ということで、まずスナイデル監督でーす。大きな拍手を。どうぞどうぞ。そしてギジェルモコーチ、お願いします。通訳さん用のマイクも必要ですかね。当然ね、そりゃそうで、ありますね。ありました、はい、あります、はい、じゃあちょっとマイクチェックということで、はい、一言ずつお声をいただけますか。はい、チェックチェックです。オラオラオラ、オッケーですか。お歌を歌ってもいいですよ。ノセカンタ、オラアミゴ、オラブナスタルデス。オラオラ、おひらさんはありますか、マイク。大丈夫ですか。こんにちは。オッケーです。オッケーです。大丈夫ですね。はい、ということで、お二方来ていただきました。ムーチョグストエンコノセルテ。素晴らしい。ムチャグラシアス。今一番最上級のスペイン語の挨拶をさせていただきました。ようこそお会いできて光栄ですというふうに申し上げました。はい、はい、いうことでございますが、はい、さあ、じゃあお二方、早速お伺いしたいと思いますが、はい、まずはですね、お二人のことを我々は、まずどうやって呼んだらいいのか、どういうふうに呼んだらいいのかということで、はい、なんていうふうにサポーターの方は声をかけたらいいですか。ミホアン、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 スナイデル、ホアンが名字なの、なるほど、名字なので、じゃあホアンって言えばいいの。ホアン、ホアン、ホアンっていいんですか。はい、じゃあ皆さん練習しましょう。ホアン、ホアン、オッケー、これで。はい、じゃあギシェルモコーチは、コーチは、はい、コーチは、ミノンブレスギシェルモ、イメディセンギシェ、私の名前はギシェルモですが、みんなギシと呼びます。ギシ、ギシェ、ギシェ、ギジェ、ギシェ、ギジェ、ギシェ、ギジェ、じゃあギジェです。はい、じゃあ三、はい、ギシェ。はい、ということでね、こうすれば必ず手振ってくれるっていうね、ことになりますので、ギジェと何でしたっけ、もう忘れちゃったよ。ギジェとホアンだ、ホアン、はい、ホアン、ホアンとギジェね。オッケー。じゃあそういった形で、今後ね、ぜひよろしくお願いしたいと思いますが、はい、まずはね、監督とギジェコーチのサッカー、うんうんうん、サッカー歴、どういうふうに、関わってきたのか、今まで、サッカーとどう関わってきたのかということからお伺いしたいですが、じゃあホアンから。entre nosotros o mi carrera uff no es breve es muy larga僕のサッカーストーリーを話すともう日が暮れちゃうよ。pero básicamente de Argentina me fui a España。で、短く言うと、まあ、アルゼンチンからスペインに行きました。muy joven。若くしてスペインに行った。18歳の時にスペインに行きました。a España y ahí ya me he quedado hasta ahora。o sea que he estado en Francia, en。で、スペインの後はフランスにいたし。Portugal, Italia。ポルトガル、イタリアにもいた。poco por todos lados。まあ少しずついろんなとこにいました。ね、ね、ヤパン。ね、ジャパン、ジャパンね、ハポン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 ね、ハポンね。日本のサッカーというのはそれまでこうチェックしたことっていうのはあったんですか。No, no, no, no conocía absolutamente nada。いや、見たことはないです。じゃあこれからいろんなチャレンジっていうことね。ね。No solamente deportivo, sino humano, ¿no? Para mi familia también venir aquí.サッカー的なところの挑戦だけではなく、いろんなまあ人間的なところ、まあ、家族にとってもまあ挑戦です。なるほど。contentos de estar aquí, muy contentos。ただ本当に嬉しく思います。ここに嬉しく思います。ギジェコーチは、サッカーとはどういうふうに関わってきたんですか。mi vida como futbolista siempre fue en Argentina。私のサッカー人生というのは常にアルゼンチンで過ごしています。フェロカリルエステ、アルゼンチンジュニア、チャカリタジュニア、ブロンダ・レシフェス、ブロンダ・ポルト・マドリン、ガイマン・フードル・クルーフィニッシュ。フェロっていうクラブ、そしてアルゼンチンジュニアズ、チャカリータ、ブラウンダ・レシフェ、ブロンダ・ポルト・マドリン、ブラウンダ・ポルト・マドリン、ガイマンフードボールクルーっていう、まあ、地元の最後地元のクラブなんですけども、そこでプレーしてる。お二人のこう出会いというか、非常にこう仲がいいとお伺いしますが。あの14años。14歳の時に知り合ったんです。En la pensión de Ferrocarril Oeste。フェロカリルオエステという、まあ、その当時一部にいたチームの、ユースチームの寮で初めて出会いました。Empezamos a jugar ahí juntos. そこで初めてプレーをしました。Dormíamos en yo abajo, ¿no? 僕が同じ寮の部屋で、ベッド2段ベッドで、俺が上だっけな、下が。4、5、5年間。5年間。5年間。
5年間一緒に住んでた。じゃあもう本当に仲がよろしいというか、ね、2人に歴史ありですね。Es mejor amigo que entrenador, o sea. もうその監督とかというあの関係以上に友達です。もうアミゴ、アミゴね。アミゴ。もうアミゴ。で、あの、ね、日本に行こうと一緒に声をかけられた時というのはいかがでした、ギジェ。Me llamó una mañana y me dijo que hay un club muy importante de Japón que quiere seguir creciendo, que quiere volver a primera división. 朝あの電話が来て、うん、あの日本にその日本からオファーが来たと。で日本のすごい偉大なチームでそのチームが2部から1部に上げたいと。Te paso unos videos y contestame.Rápido. Y そしてあのビデオを見せてもらって、で早くあの行くか行かないかっていうのを言ってくれと。Y vi el estadio, la gente, las ganas de él. Estaba muy convencido él de venir y bueno, lo conozco de muchos años y me ilusionó. まあサッカー僕はよく知ってるんだけど、もうこのスタジアムとか施設、あとはサポーターの皆さんを見てもう。期待という気持ちになりましたと。なるほど、そうですか。まああのね、あのお二人とももうね、あの指導に入っているということなんですけど、ね、そのここまでのジェフの、印象、はい、そして選手の印象、どういうふうに見てますか、うん、ここまで。Yo estoy muy contento de lo que veo. Estoy muy contento de lo que veo. 今まで見てきた中では本当にもう満足。満足。Ya me gustaba a mí el equipo en videos. もうビデオで見てて選手に関してはもう本当に素晴らしいと思ってます。Pero aquí me gusta mucho más. 実際見てみてもっといいと思いました。なるほど、そうですか。ギジェはどうですか？Encontré un club lindas instalaciones. まあ本当に素晴らしい施設のクラブで。Gente que trabaja en el club muy humilde. クラブで仕事してるすべての人が本当に親切で真面目にやっていると。Nos recibieron muy bien y muy contento por los días que llevamos viviendo acá. まあ本当によく接してくれて、ここでこう仕事していることが本当に嬉しいですと。なるほど。じゃあね、情熱持って熱くお願いいたします ね、本当ね。日本食は合いました？大丈夫ですか？微妙な顔ですね。ギジはいいと言ってます。La primera vez que me llevaron a comer sushi。寿司を最初に食べに連れてってもらったんですけど、あのまず、焼いてないものとか生のもの僕食べないんですよね。あ、なるほど。ちょっとしか食べなかったと。わさび、complicado。わさびは結構きついよね。きついね。確かにきつい。チャレンジ、チャレンジね。チャレンジ、チャレンジ。Imposible, wasabi. 無理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 。チョコも todo。私全部食べますよって。大好きです。Todo lo que deja él como yo。あのホワンが食べない分私が食べます。いやちょっとねあの無駄にしないってことね。1時間2時間ちょっとお話伺いたいんですけども。はい。まあでもそろそろねちょっとお時間ということで。はい。じゃあ最後にあのジェフを今年どんなチームにしてくれるのか改めてお願いいたします。決意を。はい。Más que nada deseo que se logre el objetivo principal, el principal. まあ僕らが立ててる主要な、主な目標を達成したいと思います。Sería un sueño poder ascender con este club. で、やっぱりそのクラブがいなければいけないところに、クラブを持っていきたいと思います。Trabajaremos para eso. そのために仕事をきつい練習 します。はい、期待してます。ギジェも一言。Ayudarlo a Juan en su ilusión, en su sueño.Y que chef crezca, que siga creciendo. Juan, o más, te está inagara, con el club, que yo con Arioni, tocamba te quita y tomo y más.ありがとうございました。はい、熱い指導、そして熱いサッカー、大いに期待しております。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ムシャスクラシオス。エスナイデル監督、コアン、そしてギジェルボコーチ、ギジェル、ありがとうございました。今一度大きな拍手、ありがとうございました。大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。